どうも、こんばんは、NM です。今回は東京グルリインボーク、占領戦が終わって数日経ちましたが、例のごとく今回もチケット会社、消化していこうかなと思います。104枚ぐらいあったのかな、普通のチケガシャがね。でこれラインナップが変わったんだっけ、なんかそんなみたいなアップデート来てなかったっけな。さあまずは単発で中途半端なものを消化していく。あの前回前回の占領戦をマジで派遣しかしてなくて、あのなんだっけ、月山だっけな、来てたの最強降臨で、それのチャレンジを消化したぐらいでね、マジで派遣しかしてなかった。でも結局派遣をなんか1日数回全部回収するだけでポイント的には1億5000万ぐらいはいってたのかな。なんかもうここまで行くんだみたいな感じで、2000万とか最初の2日ぐらいで終わっちゃったしね、結構楽ちんになってきたなって感じですね。派遣ガシャをそこそこ、いやまあ全然引いてない方なんだろうな、いつも確定枠一周するぐらいだから、もっとバレンタインのあのキャラとかコン詰めてなんかこうね全部揃えるぐらいまで引いたらよかったんだろうけど、全然 SR 出ねえな、 SSR マジ、まあ別にいいけどよ、全然 SSR 出ねえじゃん。ラスト、おラストで来てくれるんすねさて何かな、ラインナップ見てねえからグール多いな。お2枚も来てるじゃん。アルイのキャラがいいよな。おハイセイ、おいちょっと待ってくれ、熟練度で俺お前促進剤でハイセイ、この前促進剤20個使ってハイセイ 100% にしたんだがふざけくそ、まあいいでしょう。ということでチケット会社の方を紹介していきましょう。まあ何が欲しいかって言われると、別に派遣の方を持ってないの入ってんのかな、サイコとかでいいような気がするけど。おグル何かな、おっとお、エトだ、エト入ったんだ、俺欲しかったんだよこのエトのイラスト、なんか好きなんだよね、なんかちょっと暗いよな、暗い感じのダークチックな感じ、秘めた笑み。1.5 倍ぐらいかな、時短を持ってないし、まあこんなもんか。コストカット、もうコストも別にそんなカットするようなあれもないしな、常に 100% だし。派遣ガシャの中のイラスト、まあでも最近の派遣ガシャの方すごいイラスト凝ってるからさ、昔はなんかねただの立ち絵みたいなだけだったけど、背景まで凝り出したからさ最近。おっと捜査官だぞ、さてていうかもう1ヶ月もすれば2週、おっ古田じゃん、やっぱ派遣の方はラインナップガンガン変わってんだね普通のあのプレイアブルキャラの方は、さっきの2枚だけしか出なかったか分かんないけど、いいね。古田の能力が、ポイント 1.5 倍に時短が3つついてるのが10分だったかな、今のは SR だから。いいね。さあ SR と。そろそろボックスが圧迫されそうな予感がする。じゃあとりあえずまず派遣の確定から回していく、そうしよう。おっと、おいちょっと待って、これさ、これ平子さんだよねなんか若干顔違くないか、まあまあいいや20分、連携20分なんだ。あ、古田の方の連携見てなかったわ。ともだけど。1点、重ねればって話か。
5分5分の時短ね。なるほど。おお、いいね。新キャラ、新キャラばっかり出るんだが。まあ、派遣で新しいの来てもいつも10連回すだけで。フルタの方も、まあ、派遣って回さないことが多いな。確定じゃない、なんか限定の確定じゃない限り回さないことが多いような気がする俺は。ね、そうか、もう新キャラしかほぼほぼあれかな、当たんないみたいな感じなのかな、ラインナップ的に。さあラストもグール、なるほどね。ロマね、ロマは確か1枚持ってたような気がする。じゃ あチケットガシャ SSR 確定のプレイヤブルの方に行こうか。なるほどね、誤算系ヤモリね。まあちょっと別に、あ、整理するか。まあ別に誤算系ヤモリはね嫌いなわけじゃないから、見た目っていうかヤモリ、あ、そうか、あのフェスゲン、そういやフェスゲンにさヤモリいたね、そういえば。これもこんなもんでいいだろう。フェスゲンのヤモリ、そういやいたな。今度使おうかな。なるほどね、潜入するヨモさんね。潜入の方のパーティー全然育ててないんだよ。潜入で組みたいなとは前から言ってるけど。え、これさ、プレイヤブルキャラクターの方ラインナップ変わってない？もしかして。前のままなのかな？にしても最近のプレミアムキャラでなんか追加された分あったっけ？最近フェスゲンとかばっかで、ねえ、カネキピックアップとか、あれってインボケフェスって扱いだったかな。あ、でも、あ、今のフェスか。次のフェスでサイコが来るとして、なんかもうやっぱ結局1ヶ月ずっとフェス開催されてみたいな、フェスが開催されてない期間の方が短い説ありますね。はい、ということで最後河川敷アモンさんでした。あ、まだあるじゃん。なんだよ最後かと思った。さあ、忘れられた最後、誰が出てきてくれるんだろうか。個人的には、これアヤトとか出ないのかな。あの、あれね、ラビットの方のアヤトね、 RE の。なるほどね、潜入月山さんか。はい、ということで今回は、あ、派遣ガシャラインナップ変わってすごいいっぱい新しいキャラ出てきてくれたんで僕は満足です。というわけでお疲れ様でした。またね、次回の実況動画でお会いしましょう。今回もイラストが届いております。どうぞ。